네, 여러분 안녕하세요. 고몽입니다. 네, 김시선입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 오늘 소개한 감독님 한번 얘기해 주세요. 아, 제가 정말 가슴이 도끼도끼해서 정말 떨리는데요. 여러분 이 제목만 들어도 이분을 아실 거예요. 시간을 달리는 소녀, 늑대 아이, 괴물의 아이, 그리고 썸머워즈, 그리고 미래의 미라이. 호소다 마무르 감독님을 소개합니다. 반갑습니다. 와, 형 안녕하세요. 호소다 마무르. 오, 안녕하세요. 발음이 굉장히 좋으시네요. 예, 예. 뭐, 도사입니다. 그 사실 한국에서는 굉장히 호소다 마무르 감독님을 되게 좋아하는 분들이 많으세요. 실제로 저 같은 경우도 제가 블루레이를 다 가져왔는데 인터뷰를 위한 소품이 아니고 정말 제가 소장하고 있는 블루레이 오타쿠, 진짜 블루레이 전문가. 네. 아, 한국에는 사실 일본에 비교해서 블루레이 시장이 되게 적거든요. 그런데도 불구하고 한 감독님의 작품이 이렇게 모두 나오는 경우가 되게 드물어요, 정말. 그래서 그만큼 한국 관객들이 감독님을 좋아하시는 건데 왜 그렇게 한국 관객들이 감독님의 작품을 좋아하는지 혹시 생각해 보신 적 있으신지? 最初はね、やっぱり授業的な精神が共通してるから やっぱりすごくより理解してるのかなと思ったけども、まあそれ以上にやっぱりすごくなんだろうな、そういう人生を大事にしてるようなものが響き合うんじゃないのかな、韓国の方と、っていうふうに思いますね。 또 이제 가족주의적이면은 한국분들 굉장히 좋아하시고 또 저의 이제 구독자분 한 분은 이런 말까지 하셨는데 호소다 마모루와 같은 시대에 태어난 게 자기에게 최고의 영광이라고. 그만큼 한국 사람들이 정말 좋아하는 감독님 중에 손꼽히시는 분이라고. 감사합니다. 아, 아리가토 고자마스. 네. 저희가 이제 질문을 조금 준비를 했어요. 그래서 영화 관련해서 질문도 있고 감독님의 전 작품에 대해서도 질문을 많이 준비를 했는데 특히 뭐 시간을 달리는 소녀 관련해서도 좀 질문이 있고 저희가 우선 시선님이 질문을 준비를 시작을 했는데요. 제가 느끼기에는 이 영화가 일단 제목에 대해서 얘기를 해야 될 것 같아요. 네. 사실 이 영화는 쿤이라는 4살짜리 아기를 중심으로 이야기가 진행되고 있습니다. 그런데 제목은 여동생인 미라이예요. 그래서 아마도 관객들이 영화를 보신 입장에서는 왜 제목이 쿤이 아니고 미라이일까 이런 고민을 했을 것 같습니다. 쿤짱이 미르 미라이라는 의미에서 이모토っていうことであったり、もしくは本当にそういうことフューチャーの意味の未来だったり やっぱりこうそういったこう二重の意味があってそれは主人公くんちゃんと同じように僕らも観客のみんなや僕らここに生きてるみんなもそうやってこう未来を見ていきたいっていう意味で未来ってつけたんですよ。 그러니까 미래와 미라이 이런 두 가지 의미를 가지고 있는 미래짱っていう 의미가 있네. 조금 제가 풀리는 것 같네요. 좀. そうなんですよ。だからね。 ただ単に妹だとかっていう話じゃなくて、むしろなんていうかな、小さい子ってどういうふうに見る、ま見るんだろうって、どういうふうに受け入れるんだろうっていう意味かな。 시간을 달리는 소녀부터 미라이까지 감독님의 작품은 지금 계속해서 가족이라는 키워드가 더 짙어지는 느낌이 들고 있어요. 그래서 아마도 제가 봤을 때는 그 가족의 뭐 아이가 탄생하고 이런 것들이 작품에 영향을 미치는 것 같은데 실제로 이제 각본에 쓰실 텐데 실제로 이제 생각해 놓은 이야기의 흐름이 있을 텐데 그때 가족들의 어떤 상황에 의해서 바뀌는 부분이 있는지. あ、でもそれはもうすごくたくさんありますよ。やっぱりね、やっぱりその僕あの結婚しなければサマーウォーズって生まれなかったし、その子供が生まれなきゃ化け物の子や未来っていうの映画ができなかったから、すごい影響を受けてる。こんな影響を受ける、ね、家族が影響を受ける監督だと思わなかった自分でも。<笑> 저는 이 영화를 보면서 감독님이 참 아이를 키우면서 힘드셨을 것 같다는 생각이 들고 그 감정이 영화에 들어가 있다는 생각을 들었습니다. そう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 だからこういうあの今まさにねそういうこうあのかっこいい父親とかかっこいい親とかじゃなくてなんか本当のリアルな親が映画の中で表現されたことが今まであっただろうかっていうとあんまりないと思うのね。ついこう すごく偉い親か、むちゃくちゃダメな親か、そういう映画ってそういう
極端なものを描くことが多いけど、そうじゃなくてもっとリアルって別のところにあるんじゃないか、それをこう自分の体験から描こうというふうに思ったんですよね。그래서쿤이자전거를타는장면에서아빠가울면서아이들은훌쩍자라버린다니까이런이대사를했을때이거는호소다마모루상이직접이야기했던그런장면이었나라는생각이드는거죠いやそれはもう本当にあのねやっぱりその自分自身もそのなんていうのかなこう子供がいるってさ例えば子供育てるのってとっても面倒くさくて大変で言うこと聞かなくて時間も取られるしもう大変なことばっかりなんだけどそれでもすごく子供と一緒にいていいことがあるとしたら何だろうってことをちゃんと映画で表現したいなと思ったんですよね。でそれがやっぱり一つやっぱりそうやってこうなんていうのこう自分の子供と一緒の気持ちになって自転車に乗るってことを自転車に乗れた喜びを分かち合えたりとかそうそれって僕らがさ子供の時もひょっとしたら僕らの親がそう思ってたかもしれない気持ちなわけそれをねまた逆の気持ちで感じるっていうことは人生の中で意味があるんだと思うんだよね저는그사실이렇게말씀해주셨으니까여기에공감하는것들이많은데실례가되실지모르겠지만질문해드리면그영화장면중에그아이가동생이우니까오빠가더크게울어서그장면을시점으로이제그엄마가마귀할머니모습을네두세번드러내는데두세번반복되는데그게아이가바라보는엄마의시점인지혹시감독님이가끔아내분을이렇게바라보는건지노코멘트도가능하다고아いやでも本当ねやっぱりねこれはねもうあの映画の中でももうお父さん固まってたけど本当にそうなっちゃうっていうかもうどうしていいかわからないもう役立たずのまあお父さんみたいなねことがね僕何回もあってねでもそういうねなんか初心者な親からだんだんこう子供と一緒に過ごすことによって少しずつねなんかこうだんだんこう経験を積んでちゃんとこう子供の方を向いて父親になれたっていうことがねなんかあるからその段階だよね。그래서결국에는이제아이를잘키워가는과정인데이영화를보면서이제그런생각이들었는데감독님이예전에시간을달리는소녀이후에그냥멋진영화를만들고싶었는데이후로는좀전통적인요소를가지고있으면서도뭔가마음에심금을울리는영화를만들고싶다이렇게말씀을하신걸기억해요그래서실제로희나인형이이번에는또굉장히전통적인문화인데그게현대적인건물안에들어가있고그래서그런전통적인요소를계속해서넣는이유가궁금합니다でもまあなんていうかねほら例えば日本ってさあれ韓国もそうかな日本ってすごい少子化なのよ今って子供が少なくてほら結婚しない人も増えてるし結婚しててもほらなんかほら子供を作らない人も増えてるっていうかつまりその生き方が多様にな時代になってるじゃない韓国もそう똑같습니다そうだねだからそういうことがあるからなんていうかなだからそういう人は全然なんていうのなんて伝統的なものが大嫌いかっていうとそうでもないと思うわけそういうのをすごく意識しながらでも自分の生き方を選んでる人だからやっぱりそういう意味ではね今の方がそういうなんか伝統的なものの意味っていうのが変わってきてるっていうのかな重要になってるような気がなんかしますよね、うん、だからすごくこう現代的なもっとこう新しい多様性の価値観と伝統的な時間を両方混ざり合ってるのが現代じゃないかなって。ああ、ついどっちがいいって話になるでしょ。どっちがいいって話になって、みんな戦うけど、そうじゃなくてどっちもいいんじゃないかなっていう気がする。그래서저도이제히소소감독님작품볼때마다그런전통적인일본의요소를찾는게또하나의재미가됐다고そうだねやっぱね結構対比を描くみたいなことがすごく意識してる古臭いものと新しいものみたいな
저희가 그래서 희나 인형에 좀 감명을 받아서 저희 팬분 한 분이 전달들이 선물을 갖고 좀 찾아오셨어요. 일본 원래 도쿄에 있는 한국인이에요. 그래서 잠깐만 이제 선물 전달. 오, 뭔가 すごい 본토니 오니미오스네. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, そうかそうか. 도쿄에 住んでるから. 에, すごいです. 아, 可愛い. 可愛いですよ. めちゃ可愛い. 에, すごい 인형 작가의 方ですか? 인형 そうではないんです. 아, そうではないの? 한국에서 유명한 그 인형을 핸드메이드로 만드는. 에, すごいです. でも似てます. とっても似てますね. 뭔가 눈동자를 직접 미라이 눈동자를 보고 똑같이 그린 거라고. 급하게 인터뷰 일정이 잡혀서 이틀 전부터 빠르게 만들었어요. 정말 짧은 시간에 너무 감사합니다. すごい素晴らしい. とても 영화의 나카노 미라이장이 すごく 似てます. 영화를 보통 이렇게 시간에 대한 개념을 굉장히 많이 사용을 하시잖아요. 본인이 어떤 시대로 돌아간다면 어느 시대로 돌아가고 싶은지, 누구를 만나고 싶다면 만나고 싶은지. これね、でもね、これは一つあるのがね、子育てをしてると 子供と一緒の自分が小さい時、子供と一緒ぐらいの年齢の時のことをすごい思い出すんですよ。だから子供と一緒に自分も子供時代を生き直してるような気持ちになって、だからね、子育てするって一種のタイムリープでさ、自分の子供時代の自分に合うようなところがあるのね。だからタイムリープしたい人はね、子供を育てるといいですよ。 その 시간에 戻れるから. 아이를 키우는 건 마치 타임머신을 타는 것 같다. 그래서 도쿄가 그 少女の時は、タイムリープするには SF의 設定가 なきゃできないと思ってた。そう。だけど今だったら SF의 力가 なくても 時間で飛び越えられるんだと思ってさ。 だからやっぱりなんかね人生得した気分なわけ。もう一回さあね幼稚園の時代を過ごして、うちの子供はねもう来年から小学生なんだけどね、自分もね、あ俺も来年から小学生かと思って、なんかドキドキしてるんだよ。 질문이 있습니다. 혹시 아이가 이 영화를 봤는지 見た。 별다른 뭐 멘트가 있었는지. なんかねすごい楽しいんだみたい。最初はねうちの子供がモデルだから映画を見て 恥ずかしがるんじゃないかと思ってたんだけど、全然ね恥ずかしがらなくてね、すごい楽しいんだみたい。あとやっぱり一緒にその子供と一緒にうちの奥さんが一緒にね見たんだけど、奥さんが言ってたのは、あなたがその子供たちのことすごい愛してるっていうのが分かってよかったっていうふうに言ってくれて、もうすごいほっとしたんだよね。<笑> 사실 저도 영화를 한 달 전에 봤는데 기회가 돼서 제가 아이도 없고 아직 결혼 안 한 상태인데도 아 저렇게 되겠구나。でもそうでしょ。そうでしょ。でもそうだよね。だって今ってさっきも言ったけど、どんどんその少子化になったりとか、もっと生き方が自由な生き方がある分だけ、なんかああいう子供と一緒にいたらどんな生活かってだんだん分かんなくなってるじゃない。 아니메で知るっていうのは言うの面白いと思うけどね。 계속 이어서 일단 이분 퇴장하시고. 本当ですか? ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。 궁금한 게 있는데, 그렇다면 미래의 미라이에서 나온 이 시간 이동 능력은 초능력일지 테크놀로지일지가 궁금하거든요. これはね、あれだよ、特にイギリスの児童文学にも多いけど、不思議な庭を通してそういうこうなんか不思議なことを起こる、例えば秘密の花園とか、トムは真夜中の庭でとか、トムズミッドナイトガーデンとか、なんかそういうナルニア物語もちょっとそういうところがあるかもね。で子供の絵本とか見ても結構そういうのが多いね。 タイムリーSF、子供ってSFっていう考えがないからさ、ほらなんかすごく、ほらある意味子供にとってはもう世界が全部不思議みたいなもんだから。<笑>
근데 뭐 손나 그게 중요하지가 않는 거군요. それよりはあのもっと多分ね 子供の不思議さってね、なんかこう家族がいるとか、おじいちゃんが死んじゃったとか、てるとか、新しいその妹が来るとかっていう方がすっごい不思議だと思う。でしょ？でしょ？だからそういうことを知っていくっていうのが多分そういう根源的なことを知っていくっていうのがこの映画のこの子供の目から見た世界の。 不思議さだと僕らほら大人だから不思議だと思わないじゃない当たり前だと思うけどでも本当は自分たちだって不思議だと思ってたよねっていう 그래서 저도 이제 생각을 해보니까 영화를 볼 때 뭔가 과거로 간다 미래로 가는 게 뭔가 이유가 있어야 되고 원인이 있어야 된다고 생각했는데 듣고 보니까 아이들 입장에서는 그냥 자연스러운 일이었구나. 그리고 감독님께 드리고 싶은 질문이 이 영화가 시작하면서 굉장히 저는 처음 인상적이었는데 영화 시작할 때 위에 하늘에서 아래로 그 수많은 집들을 바라보는 거를 반복하거든요. 그래서 이 영화에서 집이 굉장히 중요한 역할을 하고 있다는 생각이 드는데 이 영화에서 집의 역할이 무엇인지 궁금하고 감독님에게 또 집이라는 게 어떤 것인지. これはね、映画で何回も繰り返してる、俯瞰から小さい家に着くのはすごく、そう家がちっちゃい家が舞台だよってことを表してて、でそういう家っていくらでもあるっていうか、どのまあね世界中にたくさんあるけど、そのうちのたった隅っこの一個の家の。 物語だよってことを示してるのね。でも子供にとってはその家の中が世界のすべて。ああ、非常に大きく感じる。そうで、だからでそういうすごくちっちゃな中で描くことが実はひょっとしたらそこでこの映画ってほらすごくさなんていうのこうすごく大昔からこうそういう命のつながりがあって。 現代に来て未来まで連なっていくっていう大きな時間の流れを描いてるとすれば、すごいちっちゃなものを描いてるようで、すごく今までの映画の中で一番大きなものを描いてるんじゃないかっていう気もするよね。그래서 영화에서도 이런 대사 같은 대사인데 집에는 과거가 있고 어떤 역사가 있으니까 그 집을 찾아야 훈이 너가 집 원래대로 돌아갈 수 있다. 그러니까 약간 そういうことを 군장이 知るから. そこで初めてこう妹っていうものを愛することができるっていうかな、妹を妹として受けることができる。単にまあ大人に言われたから妹を大事にしなさいって言われたから大事にするんじゃなくて、もっとそのことの意味を知るから妹としてだっていう、まあ兄弟でやっていこうって話になるわけだから、そういうことが子供には きっとこうなんかそうやってこの世界を理解してるんだろうなっていう、僕らもねそういうことをちっちゃい時に思って今があるんだろうなっていう気がするんだよね。 집에는 다양한 공간이 존재하는데 왜 마당이었을까? 굳이 연애를 하고 결혼하는 과정이 아닌가? 다음에는 노인이 액션을 하는 애니메이션을 생각 중이신가?